1961年の放送開始から58年間、女性の生き様や社会が抱える問題を描いてきた朝ドラ。すべてのドラマに、あっと驚くようなトリビアが隠されている。NHK 朝ドラは多くの作品で女性の生き様を描いてきました。民放のドラマと違うのは、視聴者が主人公と自分を重ねて見るのではなく、お隣さん、ご近所さん感覚で見守っていることです。お茶の間で見ていても疲れない、程よい距離感が100作も続いてきた要因の一つでしょう。そう語るのは40年にわたり、NHK 連続テレビ小説、イカイコール朝ドラを見続けている、ドラマウォッチャーの多幸和歌子さん。4月1日スタートの夏空は通算100作目。58年の歴史で生まれた数々の特ネタを多幸さんと共に振り返ってみよう。1、なぜ連続テレビ小説？1作目、娘と私、61年はその3年前に放送されたラジオドラマの反響を受け映像化したものだった。当時は朝からテレビを見る習慣がありませんでした。そこで NHK は主婦に朝の番組を見てもらうために当時ラジオで放送していた朝の小説や新聞の連載小説のような連続したお話をテレビ番組でも展開しようと立案。連続テレビ小説と言われるのはこれが理由です。多幸さん、イカ道第1作は朝8時40分から20分間の放送、8時15分から15分間、月から土曜日にかけての放送が定着したのは2作目、明日の風、62年から。2、大阪 NHK 制作のきっかけは？現在は NHK の東京放送局と大阪放送局が半年ごとに交互に制作している。放送中の満腹は大阪放送局によるものだ。初めて大阪が手掛けたのは渦潮、64年。東京五輪により東京放送局がドラマ制作に手が回らなくなったことが理由だった。俳優陣が長期間大阪に宿泊するため、チームとして一体感が生まれやすくなるのが大阪制作の特徴。また、芋たこ南京、6年で使用された茶ダンスが、チリとて、チン、7年や、ごちそうさん、13年にも登場したと言われています。大阪制作の朝ドラは、マニアの心をくすぐる遊び心も随所に散りばめられているんです。3、川端康成がエキストラ出演5作目、玉由良、65年は、後にノーベル文学賞作家となる川端康成による書き下ろし。宮崎県でのロケを進めるなど、川端は積極的に制作に参加。さらに通行人役として出演も果たしている。意外な有名人の出演も多い朝ドラ。二人っ子、96年には、当時現役のプロ野球選手だった、古田敦也、53、が登場。宇宙飛行士を目指すヒロインを描いた、満天、2年では、宇宙飛行士の毛利衛氏、71、が、本人役として出演した。4、脚本作品が多いのは、橋田壽賀子、93、は8作目、明日こそ、68年の脚本を執筆してから、おしん、83年、女は、度胸、92年、そして、春よ、恋、94年と4作品の脚本を手掛けている。ちなみに、46作目、君の名は、91年は、放送開始以来の平均視聴率 20% 台と低迷にあえぎ、脚本家が5人も交代することに。5、聖地巡礼は、お花藩から、主婦は、家事そっちのけで、お花藩、66年に釘付けになるほど人気で、放送の時間帯は、水の出が良くなると言われたほどです。ロケ地として、
愛媛県大洲市が注目。ヒロインの花がドラマの中で登った木を求めて観光客が大洲市に殺到。でもその木は愛媛県ではなくスタジオにあったものなのですが。ゲゲゲの女房、10年の鳥取県境港市、あまちゃん、13年の岩手県三陸地方など、今では、ゆかりの地が、観光地化していますが、お花藩が、聖地巡礼のきっかけを作ったのです。ちなみに、お花藩のヒロインは、当初、柏山文江、77、ではなく森光子さん、享年92が演じる予定だった。